中谷隆弘は、日本のフリーアナウンサー、元東京 MX のニュースキャスター、防災士、広島県広島市出身、元山口放送アナウンサー、身長179センチメートル、広島県広島市出身、広島市立元町高等学校、立命館大学産業社会学部を卒業後、1997年、山口放送に入社、入社以来、 夕方の顔としてニュースキャスターを担当し、2011年3月担当14年目をもって降板。2000年から防災番組、阪神淡路大震災17日は、節目の日を担当。西日本各地の災害現場リポート、上空からのヘリリポート、阪神淡路大震災の被災地をめぐるリポート等を行う。 2011年3月11日発生の東日本大震災では宮城県仙台市を中心とした被災地へ約1年ジャーナリストや専門家らと共に行動した。2012年4月から2015年3月まで東京メトロポリタンテレビジョンの東京 MX ニュース18時代と20時代のキャスターを担当。現在はアスクマネジメントに所属。 モーニングショーの8時台の取材リポーターとして、ほぼ毎日リポートしている。2012年9月で一旦廃止。2013年4月より放送再開。ありがとうございます。